おはようございますす館のしょうこです今日も最近私がハマっている読み聞かせをします。はい、えっ、ー、と本はこういう本ですごく短いお話がいっぱい入ってるんですけど今日のお話は、えー、とアンデルセン童話からろうそくろうそくのお話をしますね。ではいきます。お金持ちの家の家 蜜蝋でできたろうそくは自分が立派なろうそくであることを知っていました。僕が立つのはシャンデリアか銀の食台の上さそれを聞いて獣の油でできたろうそくが言いました。広間に行く君は幸せだね。けど僕のいる台所も家中の食べ物が作られる。 いいところだよそう言った時その家の奥さんがそう言った時その家の奥様が来て獣の油でできたろうそくを持って家の裏口へ行きましたそこには貧しい家の小さな男の子が来ていて奥様はその子にたくさんのじゃがいもと そのろうそくをあげて言いました。あなたのお母さんは夜遅くまで仕事をしているからろうそくがいるでしょうお金持ちの家の小さい娘がそれを聞いて言いました。私も今夜は武道会でずっと起きているの。女の子の笑顔を見てろうそくは幸せな気持ちになりました。 やがて、獣の油でできたろうそくは、男の子の家に連れて行かれました。お母さんはとっても喜び、ろうそくに火をつけました。お金持ちの家からは、武道会に来たお客様の馬車の音が聞こえてきます。獣の油でできたろうそくは、さっきの女の子の輝く笑顔を思い出しました。その時 貧しい家の末の女の子が兄さんと姉さんに抱きついて言いました「今夜は暖かいじゃがいもをいっぱい食べられるのよ」女の子の顔はパッと輝いていますお金持ちの家からは武道会の音楽が聞こえてきました獣の油でできたろうそくは同じように 幸せそうな二人の女の子の笑顔を思いいい夜だったなとつぶやきましたちなみにこんな挿絵が書いてあります、うん、このお話もやっぱりこういろいろこう考えさせられるというか 気持ちがあったかくなるなっていうお話ですねはい、あなたにもそれが届いたらいいなと思っていますでは今日も一日笑顔の多いあったかい日を過ごしてくださいねではまた